ハッセ・フレーベリはスウェーデンのミュージシャン、ソングライター。フラワー・キングスや HFMC のボーカリスト、ギタリストとして知られる。80年代はヘビーメタルバンド、スペルバウンドで活動していた。ハスキーな性質で柔らかなハイトーンとアグレッシブなシャウトを使い分ける。国ブスタ出身。10歳頃から地元の友人たちとバンド活動を始める。 当初ギターとドラムを演奏していたが、周りに歌いたがるメンバーがいなかったため、ボーカルもこなすようになった。12歳の時に、シン・リジーのコンサートを見て、ミュージシャンになることを決意。トマス・アンダションと共にハンプティ・ダンプティー、ランプルジュード等のバンドで活動し、二人はオリジナルのハードロックを中心に演奏するバンドを結成するべく、当時ウプサラを中心に活動していたアガジアに、 在籍していたアルフストランドベリ、ウーラストランドベリの兄弟とスペルバウンドを結成、後にアガジアのメンバーだった JJ マーシュが合流し、5人編成になる。スウェーデンのレコード会社ソネット主催のコンテストに優勝し、バンドはレコード契約を獲得した。1984年にリリースされたファーストアルバム、ブレイキングザ・スペルはフックのあるメロディにツインギターハーモニー。 そして、テクニカルなギターソロを聴かせ、カーン、死で高く評価された。ヨーロッパの成功で、北欧メタルに注目が集まる中、日本の雑誌でも取り上げられた。しかし、ハッセは1984年10月から、当時男子の義務だった兵役に服していたため、思うようにバンド活動ができなかった。1985年には、ビッグマイレのプロデュースで、 ロッキンでクレスを制作し、同年10月に発表。しかし1986年、バンドはソネットとの契約を失い、アルフが脱退してしまう。4人編成でデモを作りながら、活動を続けるが、1989年にバンドは解散。当時作られたデモ音源の一部は、スペルバウンドにまとめられている。2002年、 アルフを除く4人は3曲入りのデモを制作する。しかし発生は、フラワーキングス、JJ マーシュは、グレン・ヒューズとの活動が忙しく、本格的な活動再開までには至らなかった。再結成ライブを何度か単発的に行っており、最近の再結成ライブは2014年9月、ブレイキング・ザ・スペルリリース30周年という名目で、ウプサラで開催された。 スペルバウンド解散後、ハッセはソリッドブルーを結成する。ヘビーメタルではなく、キャッチーなブルースよりのロックを目指した。バンドは1991年ロック SM というコンテストで優勝を果たし、レコード契約を獲得した。ところがレコード会社が破産してしまい、なかなかアルバムを制作することはできなかった。ツアーを続けながら1994年、 ロイネストルトのレーベルフォックストロットからボリューム3を発表。アルバムにはロッド・スチュワートが歌うイン、エーブ・ロークン・ドリームのカバーが収録されている。リリース後もバンドは国内外をツアーするが、1996年頃に活動停止、2005年に一度再結成ライブを行っている。ロイネストルトが1994年に発表したソロ作、ザ・フラワー・キングと ロイネが結成したシンフォニックロックバンドフラワー・キングスのセカンドアルバムレトラー・パリスでハッセはボーカリストとしてゲスト参加した。サード、スター・ダスト・ウィー・アーから正式メンバーとなり現在まで在籍。当初は歌う時だけ呼ばれて歌うような形だったがパラドックスホテルからはギタリストとしてもレコーディングに参加するようになった。ステージでは 歌とギターの他に、タンバリンや、マラカスなどのパーカッション類を演奏することもある。緻密で壮麗なサウンドとともに、ロイネとハッセの美しいボーカルハーモニーは、バンドの特徴の一つになっている。ハッセはバンドにマジック・パイ、ライフ・ウィルキル・ユー等の曲も提供している。バンド名が長いので、HFMC と省略されることが多い。フラワー・キングスが、 活動停止状態にあった2008年頃から、ハッセは書き溜めていた曲を発表するプロジェクトを具体化させる。最終的にメンバーは、トムソン、ウーラストランドベリのスペルバウンド組と、グレン・ヒューズやマイケル・シェンカー等と共演経験があるシェル・ハラルドソン、そして若手のギタリスト、アントン・ディンドショーと HFMC を結成した。2010年にデビュー作、フーチャーパストを発表。 発声が影響された音楽でそのまま構成されたようなシンフォニック、プログレとハードロックが共存するような音楽で時々シンディジーを彷彿させるツインギターのハーモニーを披露する。続けて同じメンバーでパワープレイ HFMC をリリース。HFMC はアレンジの複雑さやシンフォニック度が増した作品になっている。2016年4月に ウプサラの劇場、レジナティターンにて、DVD 制作のためのライブを行い、No Place Like Home というタイトルで2017年9月にリリースされた。2019年9月に4枚目のアルバム、Parallel Life をリリース。バンドは、ヨーロッパで数回ライブを行ったが、11月に、ベースのトムソンが脱退を表明した。しかし、翌2020年2月には、サンポアクセルソン、 エトセトラが公認ベーシストとして加入した。現在はトマス・トムソンと性を変えている。スペルバウンドのアルバムで彼の名前がトンプソンと表記されているのはデビュー当時のスタッフが間違えてクレジットしてしまったから。トムソンは彼が子供の頃からのニックネームフラワー・キングスが2014年のプログレッシブ・ネーションアット・シー2014に参加した時の感想をハッセが 自身のフェイスブックに綴った文章で明かされている、ハット ABC ワールドオブアドベンチャー4号、ワールドオブアドベンチャー15号。ありがとうございます。